ここは京都府の冠島です。この島にオオミズナギドリという鳥が、これは天然記念物なんですが、この鳥です。これが20万羽住んでるというのを聞いて、すっ飛んできました。うわー、あっ、冠島は若狭湾に浮かぶ無人島。上空から見るとその名の通り、この島には大正13年天然記念物に指定されたオオミズナギドリが20万羽生息しています。2月から10月までこの島では泣き叫びながら出入りするオオミズナギドリの大群で、鳥地獄とも呼ばれる喧騒が4冠島に向かったのは、ここで繁殖するオオミズナギドリをサバドリと呼んで、漁の水先案内人として暮らしの中に役立ててきました。おいと島神社です。大漁祈願、海上安全を願う由緒ある神社です。鬱蒼とした森は、周囲たった4キロの小島とは思えない緑豊かな環境で、生き物たちにとっては実に住みよさそうです。昼の間のこの静けさ、さて夜はどうなりますか。オオミズナギドリは夜島に帰ってくるんです。おいと島神社の境内を抜けて、今島の中心部に向かって、登っていきます。巣を作っています。この巣を、壊さないように歩くのが、これは神業ですな。ああ、これです。この木、飛び立つときに利用している、木です。あ、これは確かに登りやすいですよ。不器用な、あ、これは登りやすい。はっはー、これは地上から飛ぶよりははるかに楽でしょう。へえ、なるほど。これだったらもう海へ一直線です。ここからこうね、飛び降りるわけにはいかないが、これは本当にいい場所を見つけたもんです。ああ、なるほどね。一日中こうして餌を取ったり休んだりしています。オオミズナギドリの繁殖、今鳥たちは盛んに島周りをやっています。周囲約4キロのこの島の周りを2時間以上かけてぐる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 越すという鳥たちは、毎日同じような時間にこういう行動を繰り返しながら暮らしているわけです。
開いた口が塞がらんと、そういうところでしょう。今だいたい7時半ぐらいでしょうか。全員が島に降り立つのは約2時間ぐらいかかるんじゃないですか。それだけの数です。これ全、まあ、全部鳥です。全部全部オオミズナギドリです。見えてる鳥たちの向こうに、さらに向こうに、さらに向こうに、そこまでずっと、すし詰め状態で詰まってます。昼間、ガランとしたこの島を見てきたんですけども、これだけの鳥たちが実はこの島の中にいたんです。その鳥たちが今帰ってきました。君はもううちの修理は終わったんだ。八木さん、藤村さん、あ、こんばんは。これ、これは何になってるんですか。この大水なりの夫婦関係をこれで調べてるんですけども。夫婦関係、ええ、バンディングっていうやつですね。そうですね。50パーぐらいできます。そうですね。一応この区画で10メートル四方で60床巣穴があるんですね。あ、くちばしが本当に鋭いですね。そうですね。これやっぱり魚を取るのに便利な、便利な、すごいですね。こっちがなんとなくくちばしも細くて、なるほど。ちょっと比べてみてください。あ、やっぱりたくましさが全然違いますね。このちょっと水すごいな。気持ち詰め、やっぱりこれね、かけてね、いや、これでだから木に登れるんね。そうですね。すごい爪ですよね。あとこの水かきがピンク色で、これ今まで2人で今まで何話ぐらいバンディングなさいました。何話つけたやろね。来て初めて台も相当あると思うんですけどね。あ、そうですよね。あ、ちゃんとすぐ返したように。はい、どうもありがとう。どうもありがとう。鳥たちはほとんど帰ってきました。この数、さすがにこの中を歩くのはためらいます。午前2時過ぎ、あのものすごい騒ぎもやや収まりましたが、それもつかの間、島は再び鳥の声で揺れ始めます。見てください。これが発信の木です。その下に今鳥が集結してます。順番待ってるんです。これは、いやこれは猿ではありません。鳥です。登ってますよ。見てください、見事に木に登った。やはりこの木が
彼らの最高の出発台だったんです。次から次へと夜空に飛び立っていきます。いいよ。はい、お前は容量がいいよ。よしか。